はい、移動ありがとうございます。さあ少し休憩しましたので、ちょっとおはようございますと、はい、ちょっと寝てきました。で、何をしたらいいか忘れました。ファクトリー行きましょうね。まずはこれはポテトエリアですよね。いろいろと忘れております。レベル達成したんで、レベル無事達成しましたんで、ちょっとレベル5武器、ランク5の武器を作りに行きます。あ、さっきあれか、ちょっと待ってください、戻ります。あのランク5の武器の前に防具ですね、防具を買っておきましょうか。ちょっとぼちぼち終盤戦になりそうなので、防具を買っておきましょう。飛ばしてきてくれた方、ここからはちゃんと見れますからね、もう飛ばさなくて大丈夫ですよ。これが足りてないのかがちょっと分かんないんで、ちょっと調べます。全員フル装備させていきたいと思います、せっかくなんで。全然足りてないな、この感じ。あれ、ガイアボディ装備できた、チタンボディ、アーム、メモをね、アーム1、レーなんやかんや拾ってきたんで、だいぶ節約できそうですね。アーム、レッグ、ボディと。アーム、レッグ、ボディ、全部一つずつですね。あ、二つずつですね、二つずつ。もう外して売りましょう。ジンがね、鎧作ってもらえたんで、それだけでもだいぶ節約になりますね。マルチミサイルが山ほどある。もうマルチミサイル売るか、ちょっと。あ、まあまあ、でもこんだけか。まあいいか。置いとくか。よし。万が一あいつ出てきよったらね、即仕留めたいんで。最近ほんとボスと全然出会ってないですよね。ボスはいつ戦うんだろうか。よし、こんなんもそうですけど、装備を買った時に装備しますかみたいなね、あるじゃないですか。
この人装備します、その方に渡したらもう装備しますかみたいな、はいどうぞみたいなのを考えたやつ神ですね。そういう便利な機能を考えたやつ、ドラクエのどのぐらいやったかな、シリーズ3とかはまだそんななかったと思うんですよ。装備できないですよぐらいは教えてくれたかもわかんないですけど、もう装備しちゃいますかみたいな、ここで来ちゃいますかみたいなこと、もう天才ですよね、考えついたやつ頭いいわ。もうそれだけでも楽になるし、比較してどれぐらいになりますみたいなね、比較してこれぐらいの強さになりますみたいなとかをもう言ってくれるようなのって神でしょ。この時代から考えたら、なんとなく値段が高いからもう信用して買ってるだけですからね。この B パック制を導入したことにより結構楽しい戦闘が楽しくなりますよね。 B パック制は僕非常にいいと思ってて、あれ来すぎてるか、その後半まで道具屋さんのなんか存在価値があるじゃないですか。ドラクエとかファミコンのドラクエとかって後半道具屋さんなんかほとんど行かないですけどね、物売るためだけに行くって感じですけど、道具屋さんに行く意味が出てきますし、あとはアイテム欄が統一されてるのも非常にいいですね。あの誰々が持ってるとかそういう風になってない、でそこそこの数も持てる、これでストレスが一気になくなる。そういうとこしょうもないことやって縛りやってこられたらもうそれだけでストレスなんでイラーしますけどね。そういうのもないし、だから結構ほんと完成されたロープレと僕は思ってるんですよ。本当に割と文句ないというかね。さあサテライト行きましょう。ほとんどストレスがないんですよね。まああのそやな、いやないな、注文がほとんどないですね。まあサテライトのそのファクトリー武器合成のシステムめちゃくちゃややこしいですけど、ややこしいって言ったってそれがやっぱ楽しいからそこも問題ないし、なんか同じ属性で対他か対一か選べたりするのも面白いし、かなり隙がない、ファミコンにしては相当隙がないソフトだと思ってます。いまだに隠れたファンは多いんじゃないですかね。よっしゃ、メモしておきましたんで、もうね、高速拳と高速拳とゾルバズでウイルス砲、これが、アストロ用。あかん、高額や、まずい、金が足りんぞこれ。次ルフトバズーカとソリッドバズ、コロイド砲、熱、これがリタ用、あっちょっと待って、お金足りんすわ、最低や、使いすぎた。一応やってみようか。
ソリッド、バズーカと、セラミブーメラン。これがブリザード5でデニス用。あっちゃ、全然お金足りないです。残念。売れそうなものもあんまないしな。まあいいか、とりあえず、いいか。とりあえず、違う。ソリッド。コロイド、うわ、強い。ウイルスバズーカ。あれ？ウイルスバズーカじゃないな。ウイルス砲、うわ、強い。いいね。いいですね。これは強くなったんじゃない？やば、ちょっとテンション上がりましたよ。松下カプセルやったっけな、手に持って帰ってきましたけど。森田君に届けてください。松下君に届けてくださいって言うのかな、こいつも。松下さんはサテライトベースの研究所ブロック。いや、その研究所ブロックがどこにあるのかよくわからないんですよね。ガイアの選手と認めます。研究所ブロック、いまだに一回も行ってなくないですか。密かにいまだに一回も行けてないような。あかんのちゃう、これ行っとかんと。研究所ブロック、ガイアの戦士の名は君にこそふさわしい。ダイヤカードを手に入れた。いや、誰横にいたん？びっくりした。誰横にいてん？お前何しててん、ここで。え、何してんのこれ。ディスクを分析して、バイオブのドラゴンのシステムを解除するのが分かった。ランド2のどこにこのディスクで入れるところがあるはずだ。いくつかあったで、覚えてないわ。いくつかあったで。ちょっと、あと研究ブロックみたいなところも行ってみたいんですけど。タニア議長は3番目のベスタに閉じ込められている。シャトルではベスタ3にはたどり着けない。ほう、このね、サテライトは今自分が何階層にいるかをよく見ておかないとスルーしちゃうんですよね、多分。研究ブロックはどこに行くんやろな。ここじゃないのかな。ちょっと待って、話聞いてみます。あ、ここや、ここや。アーマーショップ、研究ブロック。研究所、エグジット。これ、いや、これは違うやろな。ループしてるだけやから。え、ここなんかな。違うな。ちょっとごめんなさいね。探しますね。何階なんですよね、ここ。これ武器屋さんでしょ？いつもよく来る武器屋さんですね。ここは何にもない、出られないんですよ。何もないよね。この下がファクトリーやから、もう一個下か。ここか。あ、出れた。あ、来た。
よしよしよし。森田研究所だ。ほう。森田カプセル欲しいな。どこにあるんやろ。松下カプセルはゲットしたよ。エナジーパックが作れます。エナジーパック、何それ。エナジーパック何やろ。ちょっとチクチク調べながら。エナジーパックは、あ、ラストエリクサーです。全員全開。使わんわ。ラスボス前で使いましょう。ぜひね。よし、じゃあ、ちょっと待って、もうちょっと情報を聞きますか。どこ行ったらいいの？とりあえず、ランド2の鍵開けに行く感じ。かな、どこでしたっけね。一個はわかるんですよね。コーンエリアの奥の奥なんですけど、あそこ行くか。ていうかその前に、正直ランク5の武器ちゃんと作っていきたいですよね。3万7000貯めますか。またため動画になっちゃいますけど、申し訳ないですけど、またやべえこれ、何回やんねんって感じですけど、ちょっともうお金貯めるだけなんですぐだと思いますんで。うわ、めっちゃ強え。水路で。やば、めっちゃ強い。ちょっと戦闘グラフィックがかっこよくなりすぎて時間がかかるっていう難点はありますが、シンプルじゃなくなってきたんで、プチョンプチョンプチョンみたいな、いちいち時間かかるけど、それをさっぴいても相当楽やわ。強い強い。何これ、うわ、もう無双やん。このクラスの雑魚ならもう、うわ、こうなると早く欲しいな。テニスの武器早く欲しい。密かに箱に向かうやつ密かにポイントに向かうやつ。ジンはレベル50で、一人だけちょっとだけ早く、ランク6の武器が持てます。ただそのランク6の一番最初に持てる武器は一番弱い武器でしたね。一番強いのは絶対レイド砲っていうやつなんですけど、それに関してはレベル52で持てるようになります、ジンは。なので、まあ本命はそこかな。50のやつ作っちゃってもいいんですけど、まあ、作ってもどうせ他の人に渡すって感じになるかなっていう感じで、他のやつはさらにもっと絶対レード砲自体、絶対レード砲を装備できるのもちょっと遅い。
人もいます。リタに関してはそもそもランク6武器を持てるようになるのが相当遅いですね。だから多分現実的にはもうクリアしちゃうと思いますので、リタは現状武器が今の武器が最強になるかな。それだけでも良かったんですけど、もう3人ともランク6の武器とかマジで心が折れるレベルですよ。やっぱ分厚い装甲をぶち破るというぼちぼち溜まったかな、もう溜まったかな、もう溜まったような気もせんでもない。ランド2はあのルーラの呪文を使ってもちょっとだけ面倒くさくて、あそこ行けないんですよ。なんていうの、ロケットというか宇宙船のステーションには行けないんですよね。それはあくまでもやっぱ移動しないといけなくて、なぜそんな面倒くさいことにしたのかよくわからないんですけど、ランド1ならセラミシティに行けば一発で飛行船乗れますんですぐに宇宙出れるんですけど、サテライトとか行き来できるんですけどね、それがなぜかできないシステムになってます。どんどんレベル上がるわ。もういいかな、もういいかな、帰って足りないっていうのが一番めんどくさいんで、これちょうどいいわ、これで決めましょう。逃げられると思いますけど、ラスト3回戦どうしたらいきます。もうこいつらと僕前回前々回と1時間ぐらい戦いましたし、もし本当にそれ付き合って見ていただいた方いたら本当に感謝です。はい、本当に感謝です、ありがとうございます。でまたこんなんやってるしね。でも昔のロープレはこういう地味なレベル上げ、地味なお金稼ぎ、この辺必須ですから、もう勘弁してください。それをやっとけば、もう後のダンジョンとかはすごい楽になるんで、まあ、レベル上がりやすいとこでね、ちゃんとやってますから、効率は重視してます。上げるための場所には来てますからね。よし、じゃあ行きましょうか、約束通り。これで、OK。じゃあサテライト戻って、どん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 戦闘は楽になってきますね。なんやろ、攻撃はまあめちゃくちゃ強くなってるんで、そのせいで BP はかなり消費してるんですけど、回復魔法自体の BP 消費って別にずっと変わらないですから、それを考えるとかなり余裕です、正直。ただあれやな、なんかね、今ちょっと思ってるのは、デニス、リタ、アストロ今回チョイスしてますけど、全く別の3人とかでやってみたい。こうなったらロボットと、あいつ誰でしたっけ、キエサと、あとリュウとかね、ゴリゴリのなんかゴリゴリパーティーでやってみたいな。いつかやろう。
ちょっとファミコンまだまだやりたいのいっぱいあるんで、ドラクエ4をやりたいし、もうちょっとやりたい予約がいっぱいで、すぐできそうにはないですけど、もしまあ時間が空けば別キャラでまたクリアなんてのもやりたいな、やりたいですね。まあ、今度はレベル上げとかそんなんははしょってちょっとアップしていくかもわかんないですけどね。あまり僕編集技術がないので、そのせいで喋りまくらないとダメっていう状態になってますけど、さ、お金確認します。多分大丈夫でしょう、さすがに。 OK、 よし、ではデニスの武器を作りに行きます。ソリッドバズーカとセラミブーメランね。ブリザード砲。オッケー。あ、これはタイターナイ。あんまりここ気にしてないんで。よしよし、今もなんかちょっとランク4の武器まだ残ってそうなんで、ランク4、あれランク3かな、次作るのに役立ちそうですね。さあ、テニスお待たせしましたよ。きた、213、強いわ。全体で213ですからね、めちゃくちゃ強いですよ。さあしましょうか。はい、ということで次の動画に、ちょっと早いですけど次の動画移動しましょうか。さあやっと進みますよ、もう次は本当に進みます。はい、ということで次コーンエリア攻略いきたいと思います。